Hello，大家好，欢迎回来观看《刀剑神域：虚空断掌》的游戏。那我们今天就继续攻略主线嘛，第81层。其实我有在之前线下的时候有做这些虚空任务，然后做这些时装系统之类的这些都在做了，但是还蛮耗时间的，所以。不确定啊，我在要干嘛？这些都是剧情嘛？哎呀，不知道要不要做好啊？如果做的话，感觉会看很久。还有什么事吗？这些任务，这些任务先解一解。没得跳过这些，升级。刚开始可能会以为这些，动画很崭新、很有趣，但是看久了就觉得啊，我可以跳过吗？我可以跳过吗？这些东西，我想跳过。时间就先看一看吧，多看多看。亚斯那一起去上间接补充道具，西里卡尔说什么？荔枝，白天找四英，钻石交给杰伊。一排一起去埃及尔，这边没有。方天杰是，方天，哎，比赛第一代，可以了。他的场景，他背景好像会跟着玩家游戏里面的事件来切换。我现在是黑夜嘛？我记得同人刷到钻石了。给我把它给解衣，钻石超珍贵的这东西，所以神送了个好东西。女儿是无价之宝，再拿过来，好高兴。当然啦、啊，这是钻石耶。这样的笑容，拿去卖掉，来得大有价值。是我中文词典不好吗？怎么我会卡着啊？读的。是应该白天找吗？现在人在哪里啊？艾吉尔的店，上链接。记忆卡，有点太多事要做了，太多事情要忙了。记忆卡是，宠物嘛，屁呢？哦，张张，是传送水晶，不是可以升级吗？不愧是主角团体的，随便就稀有种。现在一些不知道怎么使用的，是魔能力提升道具，进化的矿石，这定是。けど、それを食べるモンスターが今のところ見つかっていないらしいんです。もしかしたら专用的道具，意思就是矿石在你哪才拿得到，变成八层。可能又要跟西里卡去刷了。记得迷宫区确实有这种怪物，植物性的怪物。和一直修战斗的家伙一样，不，居然还有恶心。同人跟西里卡的第一次见面就是植物型的怪物面前。去狩猎吧，好的。
才不会这么快嘞。还是这集就做事件好了啦，那个攻略就等下一集好了。キート、いらっしゃい。いらっしゃい。医生等级。そのことなんだけど、今日は作りたい武器の参考に、いろんな武器を見比べてみたいのよ。要怎么做？町まで行けば、いろんなプレイヤーの装備を見られるでしょ。それも76層まで来た高レベルプレイヤーの。キリトには使う側からの視点で武器を評価してほしいの。鍛冶屋怎么说の目と剣士の目が合わされば、多角的な面から装備を評価できるでしょ。就是想看看晚上会有人走吗？凌晨四点嘞。ブラブラしながらプレイヤー装備の拝見といきましょうか。人多。ああいう感じの剣もありってことか。就商店里面看也可以吧，这些东西蛮有趣的。一击必潜能是啥叫？キリトとリズベットじゃねえか。二人で楽しくデートとは羨ましいね。怎么晚上不睡觉啊你？デートってどういうことよ？虽然我也没有说别人的脸。男女連れ立って街を歩いてたら、そりゃデートってもんだよ。だからこれは。そう、ムキになるな。年頃の娘が毎日ハンマー振って青春を浪費するなんて悲しいじゃねえか。这不是在说玩家吗？在玩这游戏的玩家。いや、むしろこんな時だからこそ謳歌すべきなんだよな。还玩什么游戏呀？还不快出去青春一下。おめ、アスナを泣かすなよ。そんじゃあな、たっぷり楽しめよ。後でエギルに事情を説明しとかないと。会不会伤害？そうね。気が重い。お二人さ、いらっしゃい。ついさっき珍しいものが入ったんだ。よかったら買うかい？何よ、今はそれどころじゃ。どうでもいいもの。え、そうなんだ。キリトよろしく、お任せするわ。去让我看一下。この古文書だよ。秘伝の書？ちょっと見せて。かつて武具を作る一族あり、一族の作る武具ことごとく優れ、その力は神のごとくなり、我ここに古より受け継ぎし、その武具の精錬方法を伝える。だって、そうみたいね。收集特别道具才行。まずは特別なアイテムを集める必要があるみたい。素材にレラチオン鉱石、炉に入れる聖なる豪華、火事に使うベルンドハンマー、それから最後に武器を使う相手と。で、ここでページがちぎれちゃってる。すごい、破破烂烂。最后这本书是第一个任务。让他专心。ねえ、これってなんかすごいクエストかも。主角团，不意外。ここまで家事に徹底したクエストは今まで見たことがないもの。それにこんな上層でハンマーや炉の火を揃えるクエストだなんて、これはきっととんでもないわよ。买呀，这人怎么那么厉害了？そんなにすごいものなんだって。剣士が武器に命をかけているように、鍛冶屋にとって設備はものすごい重要なの。こ
こんなので武器を作ったりしたらどんなものが出来上がっちゃうんだろう。快点就好了。どうしよう、どうしよう。回来回去。ごめんね、ついテンション上がっちゃって。だからお願い、キリトも手伝って。书不用买哦，不用付钱吗？孩子的兴趣。看看的武器，需要帮忙交给我。ありがとう、キリト。换成这样的武器，开始兴奋起来了。嗯，都不用付钱，我送都送，送你好了。亚斯娜。这里卡蒂法一起去埃及的店，蒂法在哪？蒂法埃及的店，蒂法就在埃及的店里面，太方便啦！虽然我走错路了。现在开始好像，女主角。都要陪他们逛街一下。这个是立法吗？看一下这个吗？どれどれ？很好吃的味道的。随分うまそうな匂いがするが、確かに食材ではないな。だったら回復アイテムの類か。すまんが、俺にはよく。哦，让给皮娜吃的。こら、ピナ、お行儀よくしなさい。すみません、キリトさん、ピナがご迷惑を。这么激动很难得。こんなことはめったにないんですけど、一体どうしたの、ピナ？讲到这个故事，给你。いいんですか？ありがとうございます、キリトさん。一口就吃掉了。哦，送给皮娜了。单纯的喜欢吧，珍贵并没有什么特殊效果，这是 SD 食材，与骗了的好感加一。まあ、食いしん坊さんなんだから、さっきご飯一緒に食べたのに。Well, 包工的骗了。キリトさんにお礼を言うんですよ。很多果实，下次再拿过来。数量不少，谢谢的香气。私をそこに連れて行ってもらえませんか？其实这样过程的话，我就不去就可以了。気持ちはとっても嬉しいです。でも私もピナにしてあげられることは自分でしてあげたいんです。ダメでしょうか？一起去吧。耶、立法呢？亚斯娜要跟他去长天街。立法。何？不会吧？お兄ちゃん。事情发动，可以冲突一下啦。剧情，嗨。怎么了吗？この新しいメニューなんだけど、試してみた？起司马粪大小啊？对不起，我不懂甜点。麻烦。じゃあ頼んでみようかな。
うちでは時々食べてたよね、マフィン。マフィン。SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。男性有男性的乐趣。何よそれ。まずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。我刚刚是从是跟丽法组队进来，但是剧情里面已经全员到齐了。え、そうかな。确实比起来，或许友好那么一点。现实关系不是很好。在原作里面，同人好像比较，偏向比较宅、内向嘛。玩 SO 之前，同人他在现实好像很少跟别人接触之类的。兄妹，即使是他妹妹小芝也很少接触，好像是长大之后才有这个问题。原作里面啦、啊。ちょっと羨ましいです。やだなみんな。兄弟って言ってもいいことばかりじゃないよ。不能结婚。お互いのいいところも悪いところも全部突き抜けだし。でもそれを差し引いても羨ましいですよ。その中の良さは。中の良さですか。それじゃあ。試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと？だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。そうすればみんなリーファさんと同じくらいパパと仲良しになれるはずです。介意的想法实在是破天窗啦。なるほど。都是要感情好。ごっこ遊びってことね。ちょっと面白そうかも。妹妹会攻。爽。这一波我收了。リベットさんもシリカさんもシノさんもみんなパパの妹さんです。我收下这一波啦。リーファさんはご指導をお願いいたします。让亲妹妹指导大家。私が指導？亲妹妹角色危机。パパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができたら、要被代替了。ベテラン妹としてチェックしてください。老手妹妹、ベテラン妹、老手。そういうわけで、熟練。これからよろしくお願いします。这一次配音真的有点适合妹妹，不是有点，是很适合妹妹这个角色。刚刚他说哥哥的时候，私も一応リアルで妹なんだけど、还蛮心动的。キリト君の妹だとどんな感じかな？要是那他现实的身份我好像忘了耶，不太了解。キリト。然后其他人的现实身份我也是不太了解。ダメです。恥ずかしすぎます。他们现实过着怎样的生活，家人又谁样，完全不懂。の方が恥ずかしくないかな。兄貴。不好意思。四音要玩哦，不会吧？四音比较成熟稳重，不是吗？还挺不错。不愧是西里卡。私も向こうに戻ったらやってみよう。お兄ちゃん、今日は一緒に寝ましょう。おお。ちょっとゆいちゃん、妹はお兄ちゃんと一緒には寝ないんだよ。あれ？そうなんですか？まあ、小さい頃はそういったこともあったけど。小、但也不错。はい、お兄ちゃん大好きです。同人是个宠人的哥哥。変わっただけというか。難しいです。もっと妹の情報を集めなくてはいけないですね。ちょっと兄貴、
あたしという可愛い妹をほっぽって他の子にかまけてるってどういうこと？ほらほら兄貴、可愛い妹の肩もんでおやつをごちそうして。这台词又由历史来说，我不觉得。这台词由历史来说，我不觉得有任何违和感呢。我觉得，好正常哦，这样。太强了。苦しゅうない、苦しゅうない。私いつもそんな風に見えてるの？いや、私がこうしたいだけ。明明是模仿立法。还好丽兹不是我的妹妹。ダメですよ。妹になるのが目的なんですから。今妹のあるべき姿の情報を集めてきました。出去的 SL 资料库还是什么的？もっと素直にお兄ちゃんを好きな気持ちを表現してください。お兄ちゃんを好き？妹というものは寝坊したお兄ちゃんを起こしたり。毎朝お弁当を作ってあげたり、不管去哪里都接到。何もないところで転んだりするものなんです。そしてお兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。这资料哪来的？100%没有任何错误，是这样吗？ないそんなこと絶対ないから。正确无误，都去了怎么接到？リスベットさん。もう一度頑張ってみてください。もうしょうがないわね。お。お兄ちゃん。你的 BGM 已上线。ごめんね。私が体が弱いばっかりに、お兄ちゃんに迷惑ばっかりかけて。你在想什么啊？そういう設定なの。お兄ちゃん、もし、もし私が今度の誕生日を迎えられたら、その時は私のことをお嫁さんにしてくれる？私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメかな。ダメに決まってるでしょ。何やってんのよリズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。リズベットさん、素晴らしい妹でした。素晴らしい。なんかだんだんよくわからない展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？有点违和哦。チーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようね。不错呢。お兄ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。で釣ってる。見事な妹だと思います。不是が三名字吗？キリト君が望むなら私はこれからずっと妹になってもいいよ。やすな给我的印象就是老婆这个字刻进骨子里了，所以突然演妹妹我就有点不是很习惯了。看来我现在是不要吧。残るはシノンさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。请你们放过四音。やっぱり私もやるのね。不需要跟我解释，不用勉强自己。まあいいわ。お兄ちゃん、こんなにたくさん妹がいるけど、どの妹が一番好き？为何就是那么喜欢摆个地雷了，让我踩呢？不是，是让同人踩呢？そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。私も気になります。誰が一番ですか、キリトお兄ちゃん？それは私の迫真の演技で、キリトもメロメロよ。这个地雷都往脸上放过来了。
我都用脸去接地雷了。でも演技じゃないですか。对啊，这地雷。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。我不是妹妹，这样妹妹当然是立法。我真的就小子。兄ちゃん。哦，好感度上升。ちょっとつまらない結論じゃない？キリト君。まあそりゃそうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。愛人。不要啊！不要啊，千一，不要啊！不要啊！不要啊！我不懂怎么翻小三好不好了，这次小三其实怎么说有点负面的意思。饶了我吧，真的饶了我吧，解散。哎，按错了，按错了。马蛋呢？またね。キリト君、どうしたの？さあ、也是要去商店街。よろしく、キリト君。跟斯奈一起去，皮皮卡一起去，发现到房间试营，调查。这个北墙外龙的巡回路是虚空任务的。今天就顾这些。对，顾这些就好了。到了。何か買うの？那这道具起不起？错的也是呢，或许补充一下，先敷药水。私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。我玩游戏这么五成了都没有喝过，没有喝过药水。ポーションの在庫は、あれ？都这么少，导演怎么回事？其实流程是，它是丢了不少坏掉的道具。そういうことじゃないの。そうじゃなくて、キリト君。はい。ステータス画面を開いて、私のステータスを確認してみてくれる？哦哦，这时间我记得了。見た？もう私とのリンク。前往亚瑟那状态页面的链接，不是应该可以看到彼此的状态？キリト君もそうなんだ。じゃあストレージも見てみて。道具共享也被中断了。私もなの。キリト君のステータスが見られなくなってて、アイテムの共有も切れてる。まさかとは思うけど、キリト君、私と。bug 吧 ，bug 吧，这个 bug。でも、現に今結婚状態になってないわけだし。キリト君、これってどういうこと ？bug 啦 ，bug。我问克莱因，为何想要克莱因啊？返信が来たぜ、キリト。
俺の知り合いを当たった限りでは今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。可是女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけでそもそも希少価値だもんね。その上今76層に上がってきてるやつなんて間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。攻略組都忙着攻略啦，怎么会有时间去谈恋爱啊？まあ、私は間違えてきちゃったけどね。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。全くその通りです。原来 SO 里面同人论色的就只有亚瑟娜、丽兹还有西里卡三人哦。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ。キリの字よ。对啊。景色怎么？算了，景色下等于没有线索了。ねえ、その結婚解除って本当に本当なの？キリトって今フリーなわけ？お。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。全然フリーじゃないですから。でもシステム的にはそうなっちゃっているんでしょ？そうだけど、私もキリト君も離婚なんてした覚えないし。很多资料出问题了吗？才导致结婚相关资讯出问题。よくわからないけど、どちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？一方的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うとアイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし、ちょっと考えづらいかな。てかよ、这个点系统有点麻烦。对呀、啊，这事情都没办法申请。这个角色解读会不单纯的只因为手误所造成一个理由。それって他の相手には結婚の申し込みができるんでしょうか？没试过，要试试看吗？吃醋咯。それでもダメなの。じゃあ、あんたが他の男性プレイヤーに結婚を申し込んでみれば？クライン。他の男性プレイヤー？お待ちしてます。太危险了。私もそう思うわ。いやいやいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。好可怜了，由我申请吧。嗯。接下来要向谁申请呢？我、哦、可以选哦，可以选。虽然我是有想选的人啊，但是，哎，接一可以吗？接一不是 AI 吗？这不可能啊，接一不能吧？还是要试试看啊，要接一。但是要当个好丈夫。どうしたんですか、パパ？应该最不会刺激到亚斯娜，用一般玩家应该不能向他申请吧？不，抱歉，没什么事。哦，不可以哦。这些可以都尝试一遍吗？算了。当个好丈夫好了，当排斥，不想要看到我这些人结婚申请。
没有啦，这种上的东西别太在意了。分かってる。気にしても仕方ないもんね。嗯，话虽如此，不可能在不在意，趁早解决才行。这里卡精华矿石其实八成。要是呢，去 ID 二店找蝶衣商量。这集就只是看剧情好了。ID 二店房间，蝶衣。要是呢？结束结婚的事来问蝶衣好了，不是想问你。分かってます。ママとの結婚状態を復帰させる方法ですね。ゆいちゃん、もしかして何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので、完全な情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。ママが困っているときは私も力になりたいですから。今二人が結婚したという値はシステムの不具合が起きたときに壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の二人が行うクエストで最後まで進行させることができれば二人の絆を表す値が書き換えられるんです。不行的設定改掉壞掉的設定、就是这个状态。パパとママの現在の状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。大丈夫ですよ。パパとママが結婚状態じゃなくても二人がラブラブなのは変わりません。結婚状態只是个游戏上显示的一个状态而已，还要看玩家与玩家的彼此的心啊。そうだよね、ゆいちゃん。ありがとう。这个跟那个当然。やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。結婚してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？そうですね。クエストを受けるのに特に制限はなかったと思いますよ。ならさ、私ともやってみようよ、キリト。可以重複吗？这个任务。ずるいですよ、リズさん。私も一緒に行きますから。一起去啦，一起去。ちょっと、ゆいちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。这些怎么做才能完成？才能进行？詳しいことは私にもよくわからないんです。今までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。一つだけ77層以上でもらえる次なる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。好像在哪里虚空区域里面好像次になる指輪ペアで見つけたものなんでしょうか。とりあえず上の階層を目指すしかないわね。ですね。情報は足で探すものです。もうリズ、シリカちゃん、ル
试看这个任务吧，谢谢你，这都是前脚线索。はい、私も応援しています。パパ、ママ。可以了。一道去宫内迷宫区吧。宫内迷宫区是指这层的迷宫吗？我不知道这是什么，这感情是不会改变的哦。谢谢杰伊，相关地点和教学完全都不可以漏掉。委托也做好了。如果亚瑟他是要去攻略迷宫的话，那我就带别人好了啦，也快一个小时了，我就稍微做一些任务，然后这一集就结束吧。哎，早上了。どうしたの？我找适应了。それじゃあね。找适应一下好了啦，白天的时候。よし。虽然适应在外面，但是我相信适应在房子里面，绝对可以比我快瞬移进来。关于待会的事。訓練。私の方の準備はできてるわよ。最近他好像决定加入攻略组了嘛，然后要尽早离开这游戏，所以他决定掺一脚了。立刻开始。到此为止。そういえば、スキル系統について聞きたいんだけど。技能可以增加了不少，学很多。いくつか習得したけど、見てくれない？状态画面吗？何よ、問題があるの？在游戏里面最好不要让其他人看自己的状态会比较好。上去得的情报会给对手很大的优势，状态下决斗基本上就不会赢。对手 PK 了就会发展致命性的事态。でもあんた、私にデュエルや PK なんてしないでしょ？是这么说没错。ならいいじゃない。ほら面倒だからさっさと見て。言われなくても最初からそのつもりよ。はい、ここだから。致命動作、命中修正。それ取ったらまずかった。本的習題。如果没有去刻意去练，不太容易出现在自己的列表里面。熟练度增高。それっていいことなの？何かの役に立つ？换武器了可以。并不清楚，并没有学习之前技能，不知道。这是。まだ何かあるの？怎么了吗？这些技能还没见过，也没听过。これ、私も知らない。昨日は習得リストになかったし。突然就出现了。他现在可以记得。射击技能吗？射击ってことは銃とか？没有枪吧？所以距离武器本身应该就只有飞针跟回力镖。好，剑圣这名字看来以剑技战斗的游戏，射击技能独特技能系统错误，如果学了就很危。你已经学了吗？行けなかった。不，这种错误有关问题技能，发生异常。このスキル気になったから。でもとりあえず何も起こらないわね。状态也没有特别异常，会是乱吗？应该没问题。那是技能最有可能投掷系技能之一，投掷短剑。有什么异状？也没有无力提升的现象，但说不定。2W 神圣剑独特技能。
ねえ、どこに行くの？副总店，在蚂蚁学派不上用场的东西。そんなとこ何しに行くのよ？没有听说过什么事情技能，那个艾恩格兰特，就是你才有这个技能，专用的道具，这事情对任何人都没有帮助的东西。なるほど。攻略度，所以现在开放技能也说不定，迟早会在 NPC 上线中练陈列。带回去看一下。なんかあんた生き生きしてるわね。まるで自分のことみたいに。玩家啊，他是。少しね。まあいいわ。私もちょっと気になってきた。我体内的 gamer 魂。私も新しいスキルのこと。我体内的游戏玩家魂。灵魂。灵魂共鸣。骨董品屋。ここ。本当に営業してるの？いらっしゃい。いらっしゃい。那声音，いらっしゃい。好好好，随便的。いらっしゃい。私一人だったら絶対入らないわね、この店。哦，他有宝可以挖。今のところ本当に役に立たないものしか転がってないみたいだけど。お、これなんか珍しいんじゃない？这是。这东西，弓，前几天偶然拿到。数日前に偶然手に入ったんだ。珍しいものだが役には立たんよ。说不定不曾使用过远距离武器攻击资料，因为系统异常出现了之类的。それ私に持たせてくれな。うん、持てる。打てそう。何？高いの？借りはあまり作りたくなかったんだけど。这样啊，价格自己就付不起，比艾希尔还要黑。礼物就好，礼物会比较好。そんなのどっちでもいいわよ。でもありがとう。可以了，可以了，拿弓了。そうだ。ちょっとお腹空いてきちゃったし、どこかで食べていかない？お礼に私がおごるから。どうしよう。何よ、私にはおごられたくないっていうの？我要去。走吧，吃。这种店也没没再来没多久。フィールドのモンスターはまだ私には手強すぎるし、町にいてもスキルの訓練以外やることもないしね。だからいろいろなお店を見て回っているの。それにしてもゲームなのにいろいろなお店があるのね。これは夢中になるのもわかるわ。雰囲気がね、落ち着ける感じ。有点太时髦，不太舒服。ほら、何でも好きなものを頼んでいいわよ。期間限定メニューはリンゴのシブスト。之前シリカ打工的时候有来过这个背景了，但是不懂是不是一样的场景。楼层越高，食物种类越多。これを目当てに一人で何度も通っちゃったんだから。それにしてもなんだか不思議。リアルでは会ったこともないあんたと喫茶店で一緒にお茶してるなんて。我真的很怀疑在虚拟游戏里面吃东西。真的会饿吗？でもこれってゲームの中の出来事なのよね。実体のない夢みたいなもの。都是真的。嗯，なるほどね。真的啊，好好，哈哈，好像在约会。Date？什么东西？食事には誘ったけど、デートだとかそんなつもりじゃないわよ。有，因为会被亚瑟娜盯上。啊，好吃，快点吃吧，转移话题了。ねえ、キリト、リアルでも一緒に喫茶店に行ったりできるといいわね。嘿。
嘿，同人，别吃了哦。嘿，罪恶深重的男人。何でもないわ。さて、私も食べようかな。同人满身是罪。あんたが食べてるのもらい。最后才留下的耶，你的我也要拿。啊，结束了时间。要是那转移注意西里卡，就西里卡吧。还有，我励志的任务呢？就晚上吗？不会吧。老帮忙讨伐48城，那个等我线下这几座，这是你的功。志颖好像从此就变成共事者了，跟我记忆里的志颖一模一样。那你？西里卡，上天界后面。这里。どうしました？组队。去十八层迷宫，好像是迷宫区恶鬼之魔库二楼。传送门。魔鬼，要打植物型的魔物吗？这次植物可以不是剑，是最难这一代。西里卡对植物型的魔物不是很习惯。本身没有啊，在这里。这么不稳要怎么打？那不知道的家伙的掉落道具吧。所以我来。好了，还有战斗啊！他锁定你了，很难攻击。哦，砍了。哦，又弯下来打，还不能离开，这是特殊区域。不要担心，你看，这就是进化的矿石。本当だ。いつの間にドロップしてたんだろう。全然気がつきませんでした。やりましたね、キリトさん。早速ピナに。征服的敌人。有戏剧可以看了，各位。有戏剧可以看了，各位。哇，西里卡看到了 ，Shokun， 这个就是福利啊！ミナ様，
伤害就。自行操作。现在不看。即视感哦，这个即视感，在原作里面有这么一个情节。哇！打快点，快打倒他，没有错。这是不可抗力。あんな的確な攻撃を見ないでやったんですか？やっぱり。もうお嫁に行けません。真的让同人娶你了。送我回去啊，拜托。哦，为何把我卡在这里啊？圣战国师的乐园，一直就说要回城了，管你的，国师乐园又是植物型魔物哎。小棍又是福利的事件啦、是我们的乐园北区域，迷路森林二人邂逅，哎呀，卡住了，捕获者森林，箭头太快了，哎呦，我用滑鼠好了啦，这里，比较看，是，植物的乐园不这个吗？哦，北区可以直接传送，太棒了。斯列卡过来，菲利亚也有新的剧情，这边就。顺便看一下好了。また会えたね。发现空一道线才过来。そんなことない。私は私で管理区をずっと調べてたから。好像跟亚瑟那时候前部分是一样的。本当に来てくれたんだ。前部分一样的。然后到这边才换个角色讲话。认识的菲利亚。私はシリカと言います。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。あんたにこんな可愛いパートナーがいたなんてね、なかなかやるじゃない。可愛いだなんて。隅に置けないな。ねえシリカ、そのフェザーリドラはもしかして。はい。ピナは私の大事な仲間です。シリカ其实他主要的职业是驯兽师，并不是什么短刀，然后近战的。そっか、フェザーリドラをペットにするなんてすごいね。シリカ跟他的这个羽翼龙好像有一段故事，但是我不了解。原作应该有提了。これからよろしく。小说。原作小说有提，但是我，こちらこそよろしくお願いします。但是我没看小说，所以我不懂。我自己玩的时候发现可以这样传送，就是按 X， 然后可以选要去的地点，用摇我的摇杆那边飘来飘去的选，太棒了，实在是。我没记错的话是上面那一格嘛，中间的。
正好有虚空任务，但是我好像没有解到瞄准系统，反射会这个瞄准它不让玩家一直狂按攻击钮，它有一个节奏，跟节奏按的话它才可以记录 Just Attack。 这个刚刚有人死了吧，暴击啊，这个是这现在灭掉吧，不知道戴西利卡能不能打121等。对不起，我撤了。这个人物的画图好像很特别，因为之前都没有看过有那个羽翼龙站在西利卡肩膀上的这个插画，很甜的味道，很好吃的味道。ピナもかなり興奮しています。やっぱり大好きなんですね。刚才觉得可怜，我们快走吧。好吃，好吃。这是 S 级食材，这件会比较好受不定。我来帮忙。有点感动，自己还那么拼命。いつも助けてもらってるけど、私がピナにしてあげられることは少ないんです。だから。こうやってピナが喜ぶことはできるだけしてあげたいんです。这是驯兽师的本质。そうだと嬉しいですね。帰ったらお風呂の中でピナに聞いてみます。他可以跟ピナ聊天。そうですけど、あ、まさかキートさん変なこと想像しました？びっくりしたから。想像したんですか？对不起，我想象了，就等于说没有了。西利卡很温柔。それならいいですけど。这么没信用。吃饱了吗？ピノ、もうお腹いっぱいになったの？それじゃ、帰ろうか、ピノ。差不多黑了，刚刚好。受过ピナ帮助。それじゃあまた一緒にここに来てくれますか？里面的角色除了同人以外，即使带他们来过虚空区，他们好像也无法自己过来这里，还是要跟同人一起来。一起来吧。嬉しいです、キリトさん。这小树可以打吗？有点怕。别问我为何不使用技能，因为我要累积那个普通攻击值，精准攻击。
我看不是三十二了吗？怎么变三百了？哦，三百哦，这样。这个呢，提早指定数量 ，NM 货，这是 NM， 白水城，第七个叫罗品，可以定时装。这个要精准攻击三百回，解放系统，精准攻击命中提升。可以提高命中欸，然后其他小树去了哪里啊？怎么去了这么远啊？三百好像还蛮难的，虽然是可以靠我这一次的这个虚空任务一次过完成了，但是要很花时间。这边我就跳过了。哦，虽然。是打完了个虚空任务，但是我的四装还没有完成，201，有点难呢，这个比较耗时间。现在我就走，我线下做，一时词穷，想不起来要说什么。那。已经玩了一个小时了嘛，我就一个小时做段落好了啦，不要玩太久了。那这集就先玩到这里吧，先让我飞一下虚空去，然后我才做段落。做段落都可以了吧？这些时间被盯上了。精准攻击这么难，是因为我之前都习惯乱按，没有看四级的按。如果之前就会按的话，应该比较容易啦。但是其实乱按也会按到，偶尔按到一两次这样。要比较专注的按，才可以快一点。那这集就先玩这里吧，我们下一集再继续。那我们下集见。